3歳マイル王決定戦 NHK マイル CG1 芝1600メートルは5月5日に東京で行われる毎日杯2着のノーブルロジャーオス吉岡も調整過程は上々のようだレースでかからないよう程よいテンションになるようにやっていてうまくいってます 落ち着いているというか、どっしり感が出てきましたと田島女子は精神面の良化を口にする。今回と同じ東京芝1600メートルで新馬勝ちし、2戦目の重賞、日韓スポーツ賞新山記念を解消している。この馬も有力部位候補だ。